中村愛子は、大阪府大阪市天皇塾出身の女子、プロテニス選手。現役時は日経に所属していた。大阪市立高津中学校、昭陰東高等学校卒業。ベースラインプレーヤーで、フォアハンドストローク、バックハンドストロークとも、両手打ちの選手。自己最高ランキングは、シングルス47位、ダブルス64位。 身長1 6 3トル、体重5 6ラム。5歳からテニスを始め、高校卒業後の2002年から本格的にツアーに出場を始める。2005年の全豪オープンで4大,大大会デビューを果たす。予選3試合を勝ち上がって本戦出場権を獲得し、本戦でも初戦突破を果たした。この時は続く2回戦で、 第10シードのアリシアモリクニ2から6、4から6で敗れている。この年から女子テニス国別対抗戦、フェドカップの日本代表選手入りも果たし、4月第3週のワールドグループ2部1回戦のチェコ戦でシングルスに抜擢された。この時は16歳になったばかりのニコルワイリソバに敗れた。2005年度の4大大会では全仏オープンのみ、初戦敗退に終わったが、 ウィンブルドン、全米オープンでは2回戦進出を果たした。ウィンブルドン2回戦では、アナスタシアミスキナ、全米オープン2回戦では、ナディア・ペトロアなど、実力者たちに、果敢な挑戦を見せた。11月の全日本テニス選手権では、第1シードであったが、準々決勝で、第8シードの米村智子に6から7、4から6で敗れてしまった。年の全豪オープンで、 中村は初めての4大大会3回戦進出を果たしたが、第7シードのパッティシュナイダーに2から6、3から6で敗れた。その午前2オープンウィンブルドンとも初戦敗退に終わったが、7月15日から16日にかけて東京、有明コロシアムで行われたフェドカップのワールドグループ、プレイオフで日本はオーストリアに5戦全勝で勝ち。 2007年度フェド杯でワールドグループの出場権を獲得した。日本にとっては1997年以来10年ぶりとなるワールドグループ復帰を決めた団体戦で中村はシングルス第3試合でオーストリア代表のバルバラシュワルツを6から2、7から5で破った。4大大会年間最終戦の全米オープンでは2回戦で第16シードのアナイバノビッチに敗れる。 10月第2週のジャパンオープンで中村は初めての WTA ツアー大会決勝進出を果たしたが第1シードのマリオン・バルトリに6から2、2から6、2から6の逆転で敗れて準優勝に終わった。バルトリもフォアハンドストローク、バックハンドストロークとも両手打ちの選手で、フォアバックとも両手打ちの選手同士で行われた女子ツアーの決勝戦は 史上初めての出来事であった。2007年の全豪オープンでは、1回戦でギリシャのエレニダニリド2回戦でインドのサニア・ミルザを破って3回戦進出を果たしたが、3回戦で第6シードのマルチナ・ヒンギスに敗れた。同年の全米オープンでは、1回戦で第5シードのアナイバノビッチに1から6、1から6で完敗した。2008年の カンガルーカップ国際女子オープンで第1シードの中村はシングルス準々決勝で12年ぶりにプロ復帰を果たした37歳のクルムザテキミコに6から7、6から4、3から6で敗れた。ダテには翌週の福岡大会で雪辱を果たしている。全仏オープンでは1回戦で第4シードのスベトラーナ・クズネッツォワに2から6、3から6で敗退した。 2009年頃からは二度の膝の手術を受け大会に出場できない状態が続き、2010年にはランキングからも除外されていた。その後は、女子ツアーカブ大会を中心に出場していたが、2012年全米オープンの予選1回戦で敗れた試合が、最後の出場になり、2012年11月に現役引退を発表した。2011年12月、 自身の専属コーチである小学校君夫と結婚した。2014年6月に第一子の長女を出産した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。